いやいやいや、まあ、とりあえず乾杯と、まあ、今日はね、ハートランドです、うん、まあ実は今日これ、まあ、2本目というかさっき夕飯の時にね1本飲んだんでちょっとやっぱ揺れてんな、まあ、2杯目なんですけど、まあ、今日はね、まあ、台風で、まあ、暇な人 多いかなと思って、ライブをすることにしました。うん。そうそうそう。ただ僕今ね、軽井沢にいるんですけど、軽井沢は別にそんな、なんか、全然ですね、今。全然。うん。東京がやばいのかな？確か、関東直撃みたいな感じで、東京どうすか？どんな感じですか？嵐の前の静けさってそういう確かに、うん、可能性ある。いや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 軽井沢そんな寒くないかな。今は今日は18度9度ぐらいだったんでまあっていう感じですかね。うん、最近のインスタに載ってたブーツ前から履いてたやつですか？そうです。あれはねフリマに出すんで中大の、うん、よかったら、てかあれ結構おすすめです。うん、かなり。そう、昨日履いてねマジで手放したくないなって思ったけど、まあ出すって言っちゃったし出しますうん、まあ価格帯もねわりかし抑えめで、スクエアトゥーのヒールブーツで、まあ、まだ決めてないんですけど、まあ、3000円から4000円前後ぐらいで出そうかなと思ってます。はい、うん、そんな感じ。そうそうそう、18、19寒いか。でもね僕先週か東京行ってて、で東京は普通になんか半ズボンとかでもう余裕で過ごしてて、まあ半袖でもいけるぐらい全然だったんですけど、長野、まあ4日前くらいか3日前くらいの夜に帰ってきたら長野めちゃめちゃ寒くて半ズボンきつかったですね。うん何飲んでんの？ハートランドです。ハートランドのビールで着てるのは、これ前はねこう普通に無地の T シャツなんですけど、ここねステッチがこう水色のステッチ入ってて、で後ろにねこういうちょっとよくわかんない可愛い人がいるっていう感じの T シャツです。でこれはなんかもともとね確かこのステッチと同じような色だったんですよ。でもそれを全ブリーチしてみたいな、だけどこのステッチの素材がブリーチしても色落ちしない素材なんで、このステッチだけ色が残ったみたいな、もともとは白じゃなくて多分このステッチと同じ色だったらしいです。うん、店員さん曰く。はい、そんな感じかな乳首透けてない？これかこれですねはい、あこれ以上履かないでください。ああなるほどね、確かにそういうことね、ダメージを増やさないためにってことね。うん、まあ言ってもでもあともう学祭まで3週間ぐらいなんで、まあまあまあ多分そんな履くことはないと思います。うん、ここは家ではありません、親が営むカフェです。うんなんでまあ家ではないですね。あ、この間渋谷で見かけました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。渋谷とか原宿に先週行ってたんで、よくでもないか。うん。とか、あとどこ行ってたかな？新宿。まあ、原宿、渋谷あたりか。で、遊んでました。はい。そんな感じです。あ、中村さんも今日ライブやってるらしいですね。うん。ちょっと言われるまで知らなかったんですけど。うん。見てくださってる方ね、ありがとうございます。こっちを。うん
フリマやるんですか。フリマは来月の3日11月3日に中央大学の文化祭に出展します。僕も、うん、そうこの間説明会に行ってきましたね。その、うん、まあ大した説明会じゃなかったんですけど、そうそうそう、行けそうです、やれそうです、うん、そう長野ってね、そうちょっと話変わりますけど、なんだかんだ台風のダメージないんですよ。いつもくるくるって言われても、なんか山で囲われてるんで大したことないなみたいな、結局これかいみたいな。そういつも高校の頃とか台風来るってなって、えこれワンチャン明日休校じゃねみたいになっても、結局そんな降らなくて普通に授業あるみたいなことばっかだったんで、そうそうそう、あんま来ないんですよね。あ、最近見始めてめっちゃハマってる、ありがとうございます。うん、おかげさまでね、そういえば3万人ありがとうございます。こんな感じかはい、そうそう3万人に行きましたね。目標は5万なんですけど、卒業までに頑張っていきたいと思います、今後も。はい、あ、フリマで発売されるリングの値段の相場知りたいです。うーん、まだね本当にあの値付けしてないんで何とも言えないんですけど、一番安くてまあ500円とか300円ぐらいかな、まあ、500円ぐらいから、高くても、うーん、まあ今んとこどんぐらいだろう、高くても5000円とかしかいかないかな。しかも5000円って言っても、5000円、一番高いのが5000円なだけであって、ほとんどがまあ3000円4000円とかぐらいかな、2、3000円とかにしようかと思っています。まあまだ分かんないんで何とも言えないんですけど、決まったらねあの動画出します。はい、そんな感じ。あ、昨日僕の大学に源氏さんが来てました。法政っすよね、法政ちょっとねもうジャーナリストなんで情報早くて、昨日のうちにねもうなんか来てくんないかなって感じっすね。そしたらねちょっと変装して、ちょっと取材受けたいんですけどみたいな、こっちから行くみたいなことやって、あのその様子をね僕もこうバレないように撮って、うん、やってやりたいなみたいなそうそうそう、そんな感じにしたいんだけどね、中大来てほしいな。あ、中村ライブねこっち来てくれた人ありがとうございます中大で龍松ファン多い、いや分かんないです、マジで分かんないです、多いのか少ないのか、それ基準も分かんないし、自分なんてなおさら分かんないから、うん、でもまあ一回大学行ったら一回声かけられるぐらいかな、大体平均的に、うん、そんぐらいです。なんでそこまでなんじゃないかなそこまで多分認知度は低いんじゃないかなと思います。うん、うん、そう、でも僕ぐらいの登録者数、まあ3万人ってなんか多いっちゃ多いと思うんですけど、でもトップの人とか何百万人といる中で3万人で1日1回声かけられるぐらいだったら、マジでトップの人とかもやばいっしょみたいな感じに思いますね。うん、まあちょっと関係ないけど、はい、全部買っていいですか。うーん、どうしようかなと思ってんですよ。さっきも点数制限の、質問来てたんですけど、そこはまだ検討中ですね。でも明らかになんか20点これ全部くださいみたいなのはちょっとなんか転売とかされそうだし、明らかに着ない気がするんで、ちょっとお断りするかもしんないです。うん、そんな感じです。はい、ちょっとフリマの話は置いとこう、うん、また今度ね、アイテム紹介の動画出すんでそちらをご覧ください。はい、パプリカとパーフェクトブルーっていう映画ちょっと見ようかな。ちょ最近、うん、そうジョーカー見たんです。そういえばジョーカー見ました。うん、かっこよかったです。うん、ただね、なんていうか僕の個人的な意見としては、あの映画は結構ねこう分かりやすい面白さではないかなと思います。うん、なんかこう言っちゃう、例えばこう正義のヒーローがいて、で努力して悪のまあなんか敵を倒すみたいな、かっこいいみたいな、そういうなんかね、あの単純な映画ではなくて、もうちょっとなんか深いというか、うん、まあ映画としてのこうかっこよさ
というか奥深さみたいなところがすごい映画なのかなと思います。シンプルにこうただ単に見て面白いっていうものではなかったかなと思います。ちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、うん、はい、まあそんな感じ。オーバーサイズってもうダサくない？いや知りません、うん、知りません。僕は気分だから着てるだけ、うん、別に自分がダサいと思ったら着なきゃいいんじゃないですか。多分それだけだと思います、うん、そう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 。マリアーノの、あ、ジャケットか。そう、あのね、あの昨日の、そうちょっとね言いたいことがあって、昨日のインスタに僕投稿したんですけど、あのマリアーノのピンクとこの襟が黒くなった、襟がこう黒で切り返してるあのジャケットを着て、でサリバンのフレアパンツ履いてヒールブーツ履いたっていうあの投稿をしたんですけど、インスタに。それでなんかね、僕のいつもの投稿だとだいたいスタイリングとかが他のよりちょっとあのいいね多くもらえるんですけど、だいたい500件とか1500いいねくらいもらえるんですけど、昨日の投稿だけね、なぜか異常に多くて2300いいねくらいもらえて、なんだこれと思って、でちょ原因考えたんですけど、まあ、あのジャケットがイケてるとか、まあ、そういうのもあるかもしれない。あの投稿自体の、まあ、なんだろう、評判が良かったとかいうのもあるかもしれないんですけど、なんかね、ハッシュタグおしゃれさんとつながりたいとハッシュタグ OOTD をつけた瞬間にめちゃめちゃあの伸びたんですよ。あの投稿の良さだけで、あのいつもより800件ぐらいいいねもらえる、増えることってあんまないと思うんですよ。だからやっぱタグの力ってすごいなというか、まあね、断定はできないんですけど、多分おそらくハッシュタグおしゃれさんとつながりたい、ハッシュタグ OOTD の威力をなんか改めてねこう知ったというか、うん、だからなんか今の時代結構よく言われるのが、こう個人にファンがつく時代みたいな、よく言われるじゃないですか。もうインスタグラムとかの発達で誰でもこう自分のこうスタイルとか、まあいろいろ発信したいことが自由に発信できるし、見たい人も自由にそれを享受できるっていう時代だからこそ、個人にファンがつく、でそれがまた重要みたいななった時に、なんかね、あのフォロワーを伸ばすって意味ではハッシュタグをねどんどん用いたらいいと思いますこれちょっと誰向けのね、あのなんかアドバイスなのか分かんないんですけど、まあフォロワーって多くいて別に損はないじゃないですか、うん、だから結構ね、なんかおしゃれさんとつながりたいとかいうタグをバカにする人が多いと思うんですけど、うん、ちょっとなんかね、うん、もうツールだから、もうなんかバカにするとかそういうもんじゃないかなと思いました、うん、改めて。そうそう、やっぱすげえなという感じです、うん、そんな感じかな、うん。携帯の充電少ないですか？少ないですね。今充電しながらやってます、うん。アーダーエラーとか買おうと思いますか？思いませんね、思いませんはい、お得めさはスーパーにしか売ってないじゃありませんか。あ、でもね、あれコンビニによるんだよね。あるところもあるし、ないところもないみたいな。それはちょっとコンビニのセレクト次第なのかな、ちょっと分かんないんですけど、確か同じコンビニでも場所によって扱ってるとこ扱ってないとこあったと思います、うん、はい。なんでまああるとこもありますソロイストか、ソロイスト好きか嫌いかはないですね。普通だけど、まあ持ってないし、まあ多分今後もちょっとたまに欲しいのがあるくらいかな、うん、そんな感じです、うん、そうそうそう、あ、現段階でこれだけは手放さないと考えてる服を教えてくださいそうだね、やっぱこの間買ったサリバンのコート、
もそうだし、あのマトリックスになれるやつ、あのアンダーソン君コートと、まああとサリバンの赤に、ん違う、黒に赤のストライプのセットアップと、まあパイソン柄のシャツ、サリバンの、あとはまあリトルビッグのセットアップ3型、紫の 19SS 紫のと、今季のグレーと白のやつとか、まあそのあたりはね結構話さないと思います。まあマリアーノもそうですけど、うん、そんな感じかな。まああとサリバのパンツも全部手放さないかな、うんそんな感じ。ちょっとね最近死ぬまでに、まあいつまで続くか分かんないけど、サリバンを何点買って総額いくらになるのかっていうのをねちょっと今チャレンジ中なんですよ。まあもちろんね、その金額を更新とか点数を更新するためだけには買わないし、欲しいものを買った結果でどうなるかっていうのをねちょっとやろうかなっていうかもう結果出るのはかなり先だと思いますけど、うん、そう、画質悪いっすか、ちょっと悪かったらすいませんね、うん、ちょっとわかんない、あのここだとね全然普通なんですけど、うんうん、OOTD ってどういう意味なの？あれはアウトフィットオブザデイっていうことで、まあ今日の格好みたいな意味ですね、英語の略みたいな、アウトフィットオブザデイっていう感じです。はい、あ 80s の靴、あいみょんとオソロですね。これね、これよこれでしょ、全く同じですよね、あいみょんと色まで、うん、そうそうそう、まああいみょんと おそろっていうか、あれはあいみょんの私物かは分かんないけど、多分こう雑誌の撮影のために入っただけなんじゃないかな、多分多分そんな気がする。あの視聴者の方からねこう画像送られてきたんですよ、あいみょんが履いてる。でもあれを見る限り雑誌の一部っぽかったんで、多分まあスタイリストがこう選んだものなのかなと思います。うん、なんでまあおそろなのかな、まあおそろいってことにするかやべえ髪の毛が、まあいいや、てことはそのタグを見てる服ちょっと好きくらいの人もリュマツのこうでいいと思ったってことなんですかね。いや分かりませんまあでもいいね押したっていうことはそういうことなのかな、うん、分かんない、分かんないです、うん、分かんないけどどうなんだろう。サリバンのコートは一括で買いましたか。いや一括じゃないですさすがにさすがに一括じゃないですね、さすがに分割というか、あの伊勢丹ってクレジットカードと現金の併用ができるんですよ。なんで持ってるだけの現金全部出して残りクレジットでみたいな、そんな感じです、うん、そんな感じにしました。そうさすがにさすがにね、最近見てます、ありがとうございますはい、あインスタ、インスタいいね数見れないのなんかやだ、んーまあまあね、なんか寂しいかなと思いますよね、やっぱまあないいいねが見れないことによって別に支障はきたさないけど、なんか見たいよねどんぐらいなんだろうみたいなそうそうそう、いやおしゃれさんとつながりたい、バカにする人多いでしょう、多分わかんないけどそういうイメージがある、やっぱ、うんうんうんそんな気がするな、多分なんでだろうな、やっぱまあちょっと難しいし、ちょっと僕ボキャ品なんで、これを言語化しようとするとねなんか語弊を生みそうなんでやめときます、うん、けどいると思います、うん。12% の缶チューハイ飲みましたか。飲みましたね、あれはあのあれですよね、ストロングのさらに上のローソン限定のやつですよね、確かローソンだっけ、ローソン限定のやつですよね、あれはやばいね3% があるだけでこんだけ違うのかっていうか、次元超えて1次元変わったなっていう感じが味がしました、うん、
そうそうそう、あれちょっとやばいね。うん、ネックレスどこのですか。これね、ニコちゃん、これは先輩からもらいました。うん、古着屋で働いてる先輩がくれました。でこれなんかね、噂によると 80s ら、 80s じゃない、 70s か、まあ70年代のやつらしいです。うん、確かに質感もね、ちょっとこうヴィンテージで、なんていうかね、うん、まあいい感じの質感です。最近古着買ってますか。まあ今着てるこれも古着屋で買いました。うんね、うん、まあたまに買ってるかな。いや、まあまあか、まあまあでもない、たまにかな。全然飲んでなくねと。まあこういうことよ。うん、あーやばいやばい、コメントに時差ある。やばいやばいやばい、いて、帰国スタディオが着ないかな。うん、ちょっとやばいやばいやばい。あ、同じブラックウィドウのトレーナー買ってもいいですか。かぶるの嫌ですか。いや、ぜひどうぞ。全然別に気にしないんで。気にしないけど、黒ってまだ売ってんのかな。今日なんか見たらオレンジの方かな、オレンジの方は在庫あったけど黒なかったんじゃないかな。まあサイトによるかもしれない。僕が見たのはゾゾタウンですし、まああれ安いしね、1万ぐらいだし、ロンティーでまあ今の季節着れる。だけど一つアドバイスを言うと、あれはね、正直ちょっとね、なんだ、素材がちょっと微妙かなと正直思っちゃいました僕は。うん、なんかこうちょっと薄くて、 なんだろうな、ちょっとあんまこう肌触りが良くないまではいかないけど、ちょっとザラザラするじゃないけど、なんかそんな感覚があるんで、うん、ぜひね、あの検討してみてください。そうそうそう、ちょっと質がどうなんかなみたいな風に思いました正直。うん、トランプのリング、これね、やべえ、またファックやっちゃってる。これファックじゃないですかね、これ指輪見せてるだけだから。これはノーブランドです。うん、多分ヴィンテージのやつだったと思います。うん、確か。そんな感じ。ちょっとやばい、結構やばいな、タイムラグが発生しとるな、しとるしとるしとる。来季アーネスト赤のシャツとバラのベスト入ります。もう行っちゃうけど。うん、入ります。うん、確か入るはず。うん、ドロップとかしなきゃ入ります。うん、はい、そんな感じです。ここは軽井沢です。あ、古着屋ってお店の雰囲気とか気にしてしますか。まあするかな。うん、まあそれ古着屋に限らずじゃない、どこもじゃないですか、どの店も、そのなんなら服屋に限らずみたいな感じじゃないですか。そんな感じかな。あ、服にお金かけるために削っているお金ありますか。まあでも僕今実家暮らしなんで、外食はできるだけしないようにしてるし、まあ損害かな今実家に暮らしてるから。まあ一人暮らしの時で言ったら、やっぱ食費かな、一番かかるのって言ったら食費と、まあ光熱費とかはあんま気にしないかな。うん、光熱費とかはもうなんか削りようがないというか、削ったところであんま変わらないと思うんで。まあでも言っても水道代金は冬でもこう湯船はためないみたいな、まあシャワーで済ますとか、そんぐらいかな。食費はまあ頑張れば1日300円以下とかにできるんで、まあ、そこら辺で削ってみたいな感じだったと思います。いや、そうです。で、まだデリバリーあります。次がラストかな、次ラストです。はい、次、あ、リトルビッグのセットアップ買うの夢です。来季もねめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひねそちらご期待ください。マジでかっこいいです、来季。うん、来季も、うん、今季もかっこよかったし、前もかっこよかったし、来季はよりね僕結構好みでした。うん、三万におめでとう、ありがとうございます。そうそう、三万にね、さっきも言ったんですけど、ありがとうございます。そうそうそう、階段の後ろに誰もいない。
リトルビッグのグレーセットアップ今ないんですよね。今行ってぶつけた。そう今ないんですよ。今こう軽井沢なんでね、うん、実家にあります。あ、画質普通でした。よかったよかった。今度のフリマセットアップ、今度のフリマセットアップ一方いくらの設定ですか。まあでもそれはなんだろう、セットアップのこう、まあ、状態とか、まあ、デザインとかにもよるんですけど、まあアンダー1万で出そうかなと思います、セットアップで、うん、ラグすごいね、やばい。そんな感じ。あ、指名手配犯になってください。ちょうどあるんですよここに、うん、ちょうどあったんでね、これで指名手配犯完成という感じで。あ、まあちょっと飛ばし飛ばしでいくか。ジョーカーは見ました。通学にカバン使ってますか。通学、もう僕通学の機会がほぼないんであれなんですけど、前期はまあちょっと説明すると長いんですけど、まあ、簡単に言うとね、長野から東京に通って東京に3日ぐらいこうステイして、その間に大学行くって感じで、東京に家がなかったんでに結構荷物あって行ってましたね。なんでリュックで行ってました、グレゴリーの。はい、そんな感じかな。一人暮らし自炊してましたね。よくね、前もう毎回言ってる気がするんですけど、何回も言ってるんですけど、そば食ってました。めっちゃそば食ってました。あの乾麺の8人前入りで240円とかのやつ300円ぐらいだったかな、うん、そうそう、それめっちゃ食ってましたね。それを茹でて、まあ、めんつゆでこう味付けて、そこに海苔とわさび入れてめっちゃ食ってましたねまああとは普通に、それが一番安いんで、安いし簡単だからめっちゃ食ってたんですけど、本当に自炊っていう自炊で言ったら、うん、まあガパオライスとか、まあ餃子とかカレーとか、あとスープとか、まあそんな感じかな。はい、そんな感じです。なんだネタですって、何の話だこれは。あ、ネックレスはマルジェラですよってやつか。まあ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 、広瀬す、あ、なんだビビ、それかいそれがネタか。さすがにビビったら、うん、さすがにね、広瀬すずが見てるわけないよねよし、やっとおい、これ一概には言えないんじゃない。もうなんかパッと見た瞬間にもうなんか特徴というか、うん、うん、なんていうか、もう一瞬でわかりますよね。うん、まあそれが特徴かな。一瞬でわかるかどうかみたいな。あー。これ熱くなってきたな。あ、上田市から軽井沢ってそんなに近いの。まあでも車で1時間ぐらいかな、1時間ちょっとぐらいだから、まあ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 かな。もう道も覚えたし別に来やすいって感じかな。ちょっとやばい、まだあるか。ファッションに興味持ったのはいつ頃ですか。まあもうほんとクソダサかったけど、服というものに興味を持ち出したのは中学かな。中学3年2年とかからこう塾に行くようになって、塾はこう私服なんですよ。なんでその時にまあどういう服を着ていこうかなみたいな。そっから高校が私服の高校になって、でちょっとまあクソダサいけどちょっとねこういろいろ服買うようになって、で大学でさらにこうなんだろう、バイトとか始めて服に使えるお金が増えて今に至るっていう感じかな。うん、
あー、文化服装学院行きたくなったりした時はありましたね。うん、これ何前も言ったんですけど、志望校、あの模試の志望校を書くときに判定してほしい大学か、大学書くときに僕文化服装学園って書いたときあるから、なんならほぼ最後まで書いてて、うん、みたいなまあ結局もうネームバリューで普通になんか中大にしたんですけど、うん、まあ文化服装そもそも受けてないけど、ギリまでね受けようか迷ってましたね、うん、はい、そんな感じ。いろんなファッション YouTuber 見てたら何がおしゃれなのか分からなくなっちゃいましたと。まあまあまあ確かにね、まあでも自分が一番おしゃれじゃない多分そういう感覚でいればいいんじゃないですか。もうなんか他の人見て分かんなくても、まあ、あこういうのもあるんだ、こういうのもあるんだ、こういうのもあるんだ、でそれを見た上で自分に取り込むっていうか、それで何かこう自分なりの、自分に合った自分なりの解釈を加えたスタイリングをすれば、それが一番おしゃれだし満足度も高いと思いますちょっとなんかわけわかんないこと言ってるかもしれないですけど、うん、おしゃれは自己満でいいの、いいと思います。うん、おしゃれ、うん、おしゃれ、うん、おしゃれというか、うん、まあおしゃれはそうだねそう思いますうん、まあね、あとなんかね最近なんか話そうと思ったけど忘れちゃったよ、言ってなんの話だ、あハウでは受注会とかしないんですか。うーん、しないんじゃないかな、しないっていうか、わかんない、わかんないですけど、僕の個人的な意見としては、まあカンナビスとかやっぱ東京にあるし、こう受注会のね、こうなんだろう、コストが低いというか、そのなんだろう、展示会用のこう、まあ、サンプルのものをこうカンナビスのお店に運んで、そこで受注会開きますって言ってやるって言っても、東京だからやっぱこうコストがかかりにくいと思うんですよ。でも長野でやるってなったら、その交通費とか運送費とかもかかるし、まあ、それがねブランド側さんに持ってもらうのか、こっち持ちなのかもちょっと分かんないんですけど、いろいろあると思うんですけど、やんないと思いますね多分。しかも長野だから、長野だから、そう、そもそも受注会に来る人自体が少ないそうっていうのもあると思うんですよ。だからメリットよりデメリットがちょっと多いかなっていう感じで、うん、やんないんじゃないかなと思います。はい、そんな感じ。かな。セットアップ買おうと思ってるんですけど、おすすめのセレッショとかありますか？ハウデイ。いや、それ僕に聞くっておかしくない？うん、普通にセレクトショップで働いてるし、なんならセットアップいっぱい扱ってるし、うん、それはねちょっと、うん、まあハウデイがおすすめっていうのももちろんあるし、うん、そこでね同業他社を挙げる意味もちょっと分かんないし普通に自社です、自店舗か、うん、はい、そんな感じ。タイムラグすごすぎ、マジやばいな、やばい、結構やばいっす。ちょっと飛ばし飛ばし行きます。フリマにサングラスありますか？あります、あります、あります。結構僕っぽいねサングラスとか、まあ、僕がつけてたやつとかも出すんで、まあそのうち紹介動画出しますと。あ、兄さんと動画撮り終わったら無言なのですか？なのです普通にそうですよ、無言というか、うん、なんかあの動画ね、昨日の動画で言ったら撮り終わった後になんかそのコラボについて深掘りされることも一切なかったし、なんかそのコラボについて深掘りされることも一切なかったし、なんならあの動画撮るまでもコラボについて一切聞かれなかったし、あの動画で初めてこう、そうコラボについてこう話したというか、うん、だからそう
アポなしのことも知らなかったし、うん、っていう感じですよね、うん、そうなんですよそんな感じかな。仲悪いからね。はい、次、大学内で気になる子がいるならどうアプローチする。まあ飯誘うでしょ、やっぱ最初は。そこでまあ仲良くなってっていう、まあ、なんか特に必勝法はないと思います。ないと思うし、とりあえず飯とか2人、とりあえず2人はないと思います。ないと思うし、とりあえず飯とか2人、とりあえず2人で遊ぶことじゃない、やっぱ。じゃないと、うん、始まらないというかもう超普通の答えだけど、でもそれに尽きると思います、僕は。なるほどね、飲んでないと。次、ダサいとおしゃれは紙一重って何？何？まあなんだろう、その一周回りきれるか切れないかのっていうところじゃない、やっぱそのファッションって言って、これありなのみたいな、ありなのかなしなのかっていう、その瀬戸際じゃなくてちょっとありにするみたいな。ちょっと何言ってるか分かんねえわ分かんないけど、まあ回りきれるかどうかっていう気がする、うん、し、まあその人の雰囲気とかもあるし、まあ、なかなかねむずいと思うんですけど、でもね結構紙一重だと思います、僕もそんな感じ。中大は一般です、センター利用です。はい、大学生の方月どれくらい服にお金かけてますか。これは僕への質問じゃないか。まあ一応僕も大学生なんで答えると、まあ今はね結構まあ働いてるし、もう大学もないんであれなんですけど、大学、まあ普通の学生時代だったらどんぐらい、6、7万ぐらいだったかな、確かそんぐらいだった気がする。うん、はい、ちょっとやばいな、まだこれあれか、タイムラグが発生している、すんまへん。まあそうだね、おしゃれじゃなくてかっこよくなりたいと。そうですね、まあ、あだ名ありましたか。あだ名、まあでもなんか普通ですよ。まあ今龍松とかあるけど、逆に松龍とかあと龍チェルとかうん、そんな感じかな、うん、でもね、まっちゃんとはあんま呼ばれたことないんですよね。まっちゃんと松本だったら結構まっちゃんって呼ばれやすいと思うんですけど、まっちゃんはねあんま呼ばれたことなくて、まあ元バイト先の仲いいやつから一人から呼ばれたから、けどそれ以外全然呼ばれたことなかったですね。うん、はい、スケボーしますか。スケボーはこの間ボードをね友達が欲しいって言ったから友達に売っちゃいましたね。うん、けど前までしてましたね、たまに、本当にたまに、うん、この間久しぶりに乗ったら楽しかったですね。学校に龍松の真似してる人多いな、襟足伸ばしてる。でも多分ねそれ僕の真似じゃなくて、少し前にねウルフカット自体が流行ったんで、まあそのあれじゃない、名残というかあれなんじゃないですか、多分そんな気がする。リフレクター最近履く？リフレクターのパンツはもうねこの間フリマに出しちゃったんで、もう持ってないから履かないかな、履いてないです、というか履けないというか持ってないというかです。龍松みたいに長野で一番かっこいいと思った瞬間あるんか。いやそれ何回もありますよ、うん、暇さえあればね、あのショーウィンドウに映る自分見て、ここ長野で俺が一番かっこいいって毎回思ってますからはい、まあそんな感じ、うん、全然ありますよそんな瞬間は
な。あ、昨日の兄との動画でお兄うざかったでしょ。まあうざかったとかいうか、まあまあなんだろう、もうまあああいう人なんでねああいう人というか、まあうざい人って別に意味じゃなくて、まあああいうタイプなんで、まあいつも通りかなって感じですね。まあ僕弟だしもう慣れっこというか、ただね、コメント欄で結構なんだろうな、なんだっけな、素直になればいいのにみたいな、そんな感じのコメントあったと思うんですけど、まあ別にこれ兄貴をね擁護するわけじゃないけど、仲悪いし擁護する必要もないんだけど、まあ多分ね、コラボに関しては結構本心で言ってると思います、あれは。なんか強がってるとかではなく、全然本心な気がする、ます。はい、そんな感じ。トラック何使ってますか。トラックってなんだっけ、スケボーのやつだよね。トラックってあれかな、あの金属の部分だっけな、ちょっと間違ったらすいませんね。金属の部分じゃなかったらちょっと忘れたけど、金属の部分はベンチャーです。ベンチャーを使ってた気がします、確か。はい、そんな感じ。あ、成人式何着ようか迷ってます、おすすめのセットアップください。ください、教えてくださいじゃん。くださいは無理だな。教えてくださいだったら前動画出したんでね、そちらをご覧ください。身長167しかないんですが、セットアップいけます、いけます。僕も173なんで変わりません、全然。最初と比べて雰囲気丸くなった。僕僕はいつも丸い気がするけど勝手にそう思ってますけど、そんな気がする。フリマどこでやるんですか。中央大学です。詳しくは前に動画出したんで、そちらをご覧ください。ちょっと確かにな、5万あればどれくらい買いますかね。まあそれアイテムのピック次第かな、どれが欲しいかっていうの次第だけど、まあ高いもの選んでもまあ4着5着ぐらいは買えるんじゃないかなと思います。安いものだったらもう10着とかいくんじゃないかな、多分。はい、そんな感じです。ちょっとね、もうフリマの質問はちょっとスルーしたいと思います、何回もさっき答えたんで。彼女とご飯行くときは全額出しますか。まあ時と場合によるかな。時と場合によります。なんかね、昔はおごることに快感を覚えてたんですよ。ちょっと出すわみたいな。けど最近はなんかね、それよりね、僕服にねお金がかかりすぎるんで、ちょっとね、そんなことも言ってられないってなって、最近は折半が多いかな。でもたまにまあ出すかなみたいな感じです。まあたまにくらいかな。毎回おごってたらさ、まあそのおごる、まあなんかちょっとあんま言いたくないんですけど、おごるってことのなんか、まあいいや、やめときます、言うのは。はい、そんな感じ。ラグイ、やばい。センター何割だったんですか。9割です。はい、確かにやばいな、これタグラグやばいな、えぐい、やばい、いて、ちょっとやばい、めっちゃ飛ばします。そう、友達に洋服真似されたことありますか。あー、なんか高校の時あったかな、確か。なんかあった気がする。髪型も真似られたのか分かんないけど、多分もうめちゃ似てて、で、まあ、服装も似てるみたいな、ことあったかな、あった気がする。
ます。おやっと追いついた、やっと追いついた。よし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 。明日仕事です。明日仕事？やばいんじゃない？台風もしかして。うん、ちょっと気をつけてくださいね。うん、僕も多分引きこもることになると思います。うん。指名手配犯のコーデかっこよかったです。やったぜ。ありがとうございます。ちょっともう一回かけよう。これ。卒論書いてますか？卒論はありません。ないです。ない、ないはず。うん。高3の時、高3の時、しゃっくりが。高3の時、一日どれくらい勉強してましたか？これは、平日はまあ、学校があったんで、授業、まあ、平日学校って言っても僕の高校だけか分かんないんですけど、なんかね、こう高3の後期、まあ、冬の学期になるとなんかね、授業が選択肢になって自分の受験に必要な科目だけでいいとか、あとなんかこう選べたんですよ、自分に合ったこう、例えば英語ハイレベルとか英語ノーマルスタンダードみたいな。なんでそのなんかね、でも必要ない教科もちょっとは取らなきゃいけなくて、で取って、で必要ない教科はもう授業サボって、塾に行って勝手に勉強したりしてたんですけど、まあ平日は授業の時間を除いて7時間とか6、7時間ぐらいじゃないですか多分。で休日はまあ13時間とかぐらいだったと思います。はい、そんな感じ。上田高校です。そう、あのクソ高校です。マーティンローズのパーカーって普通に洗濯してもいいと思いますか？洗濯表示をご覧ください。うん、その通りにやればどうにもならないと思います。髪結んだりする？超たまにかな。超たまに。いつもゴム持ってないから、うん、財布になんでもねえわ。変なこと言おうとしちゃっても。はい、まあそんな感じかな。あ、今日タパタップセカンド行ってきました。いいっすね、僕の行きつけなんで。行きつけるが、なんならこの T シャツもね、この T シャツもこのセックスリングもタパタップセカンドで買ったんでね。そうそうそう、てかなんなら先週行ったばっかだし。そんな感じです。お店の出勤は不定期ですね、僕は。うん、不定期です。何曜日とかもないんですよね。はい、そんな感じ。あ、宇宙人みたいなサングラスはフリマに出します。うん、出します。はい。あ、何回も答えてる。質問に答えるあたり、兄と違って優しさが出ている。うん、まあこれに関してはね、まあ諸説あると思うんですけど、うん、まあ僕は答えるスタンスかな。うん、過去の動画見ろよって言っても、もう多分見られないと思うんで、まあだったらまあ1秒ぐらいだし答えるかっていう感じかな僕は。うん、そんな感じです。友達と服かぶったことに抵抗、かぶったことありますか？あります。うん、てかなんならね、最近っていうか少し前に買ったあのゴーシャアディダスのあの蛍光色のゲームシャツあるじゃないですか。あれも仲いい友達がいて、あのそいつとね、あえておそろにしました。おもろいから。うん、そんな感じ。それ以外はあんまないかな。うん、ないと思います。つまりネタかな、ネタだけどね、ネタありつつちょっと欲しかったんで買いましたっていう感じ。だから被ったことは全然ありますね。うん、昔もロンティーとか友達と色違いで買ったこととかあったし、そうそうそう、全然あります。うん、そんな感じです。
ジェントルモンスターではないです、うん、ないんですよ。これはノーブランドだと思います、確か。次、飲んでなくないと。これ終わっちゃったよ、梅男麺終わっちゃったよ。センター試験何着ていきましたか。でもね、僕の持論ですけど、勉強するのにおしゃれは必要ないというか、どっちかというと勉強に集中できる格好をしていった方がいいと思います。もうなんならスウェットとかさそっちの方が重要。もう勉強しに行ってるし、そのために行ってんだから、もうおしゃれなんて関係ないんで。センターもなんかセンター試験って冬にあるじゃないですか、1月とかにあるから。でももう廃止か、今年から。まあでも僕の時は1月にあったんで、寒いんで、寒くなくて動きやすくてみたいな、なんかそういう感じ。ちょっとどんな格好か忘れたけど、確かモッツコートは着てった気がする、めっちゃあったかい、うん、そんな感じです。はい、次、iPhone11 結局買わなかったんですよ僕。今 iPhone10 のままです。そう、11にしたかったんだけど、うん、まあこのね、10のあの、なんだろう、分割のなんだろう、機種代金とかまだ支払い終わってないし、まだあとね、半分以上残ってるし、あとはまあなんだろう、11にしても来年から 5G が本格的に始まるとなった時に、今変えちゃったら 5G に対応できないし、まあいろいろあったし、また親にもね、いやもったいないんじゃないかって言われたんで、やめました。うん、変えたかったっちゃ変えたかったけど、まあいいやと思って、10だし、うん、そんな感じかな。です。はい。20SS 何か予約しましたか。うん、いっぱいしました。もうね、あのマジやばいですね、来期も。来期の方がやばいかな、今期より、うん、今期より多い気がする。うん、多いね、やばいね、確かに。いや同じくらい、うん、いや来期の方が多いかな、ちょっとやばいです来期は。いっぱい予約しました。それ以外買えるか分かんないです、うん、あ、ま、フリマいけないから残ってほしい。いや多分ね、めちゃめちゃ残ると思います。多分もうね、あの僕と兄貴を合わせただけで200点ぐらいアイテムがあるんで、多分残ると思います多分なんでそちらをお待ちください。あ、フリマで出品するアイテム紹介動画は多分来週あたりには出すと思います。できるだけ急ぎます、すいません。Tシャツバックプリントもう一度見せてほしいです。はい、こんな感じです。服の洗濯って結構気をつけてますか。いや、あのマミーに任せてます、母松に全部任せてますなんで何もやってません僕は、うん。あ、中村さん終わったんですね、もう終わったのか。よし、ライバルが消えたぜ。だからめっちゃ増えたのか。なるほどね。なるほどなるほど。服をメルカリで買うのはどう思いますか。いや、全然いいと思います。全然いいというか、僕もよく買ってたし、全然何がいけないのって思います。どう思うというか、いいとしか思わない。そこに需要と供給があるのであれば全然いいと思います、成り立つなら、うん。
アリーズ買われますか？買いません。うん。髪は長野で切ってます。長野で。兄貴と同じ美容室で切ってます。美容院か。高校の時好きだったブランドは？高校の時か、好きなブランドは別になかったんですよね。なかった、うん、なんかそんなレベルじゃなかったんですよ。もっともうカス、うん、クソダサい格好してたし、なんか、うん、そう、なんかブランドとかそういう以前の問題だったと思います。確か。お香とか炊いたりしますか？昔は炊いてましたね。昔はあのホワイトムスクとかのやつとか炊いてたんですけど、今はあんま炊いてないかな。ほんとたまに炊くぐらいです。うん、あ、そうですね。貯金せずに貯まったら予約した服のクレカ返済の繰り返しですね。まさに、まさに、そうそうそう、まさにやばい。もうなんか稼いだ額全部服みたいな、そういう感じです。だから今貯金もないしみたいな、そんな感じです。あ、上田の人って松茸食いまくりって本当？山で普通に取れるとか。いや、僕が育ってきた中ではそういう経験はなかったと思います。ただなんかね、田舎なんで山持ってる人とかいるんですよ。たまに山を所有してる人、僕ん家は持ってないんですけど、だからその人が山で取れたからみたいな感じで、その人が取った松茸をもらった、親がもらって家で食べたことはありますので、山持ってる人とか取りまくりなのかもしれないです。僕ん家は全然そんなことないんですけど。はい、そんな感じ。将来パリコレとか行けるんですか？いや、わかりません。わかんないですけど、パリとか多分兄貴が基本的に行くと思います。展示会とかは、うん。あ、まあ 5G、 まあ来年からやるって言っても、結局導入されてから少しの間はこうタイムラグというか、整備されるまで時間かかるんで、11に変えてもいいかなと思ったんですけど、まあまあいいやと思って。親の言うことはね、なんか聞いて損ないというか、やっぱ僕より長く生きてるし、倍以上長く生きてるんで、なんかその人のね意見っていうのはやっぱ説得力あるし、うん、うん、聞きました。うん、そうそうそう。しかも携帯変えるってなったら、多分自分のね、自腹でやんなきゃいけないんで、きついっていうのもあったんでやめました。はい、そうそうそう、そうなんだよ。そうそうそう、あ、最近今日の流末がなくて寂しい。あ、って言ってもね、そもそもね、僕の出勤が少ないっていうのと、出勤した時にデリバリー動画を撮ることが多いので、 なんだろうな、デリバリー動画でも僕のもうね服装が全部映っちゃってるから、なんか二度になっちゃうなっていうのがあって、撮れてないんですよね最近。そうそうそう、うん、すんまへん。高校と大学どっちの方が楽しいですか？いやもうね、100大学、うん、大学の方が全然楽しいです。
いろんな意味で自由度が広がるんでね、うん、そんな感じかな。あ、身長180あるのでフリマのセットアップ切れますかね。いやでもめっちゃでかいやつとかもあるんで切れるやつもあります。まあでも着てみないと分かんないんで、身長が180でも体重120キロとか言われたらもしかしたら着れないかも。はい、そんな感じです。あ、ユニクロのバイトの面接があります、何かアドバイスありますか。まあでもね、これ言っていいのか分かんないですけど、ユニクロのこう基本方針というかユニクロの大事にしてる、まあ、企業理念みたいなのは、まあ一つは笑顔みたいな、まあ笑顔をめちゃめちゃご利用すれば絶対誰でも受かると思います。笑顔で接客したいですとか、まあ笑顔であとハキハキしてみたいな、元気にとか、そうそんな感じかな。ちょっと言っていいのか分かんないけど、まあいいや、そんなのが、まあ、あと親切にとか、まあ基本的なことなんですけど、まあそれが重要かなと思います。それ言っとけば受かると思います。はい、そんな感じ。間違えた、こっちだ、豆腐だ、豆腐ビーツは効くかな、たまに、うん、たまに。ちょっとやばい、またラグが発生してるのか、これは発生してるのか、これは僕は173です。ビッグバンで一番好きな曲、まあやっぱファンタスティックベイビーかな。こうやってこんな感じでそんな感じかな。あ、今日の名言か。長年サボっている。やるか、そろそろ。うん。そう、やろうかな。別にやってもいいんだけど。あ、最近不満に思ってること？まあ、兄貴に怒られることぐらいかな。はい、そんな感じ。あ、気に入ってる普段着はフリマに出さないと思いますよ。いや、出します、余裕で出します。なんだ、台湾ティーとかも出すし、あとオレンジのインスタに投稿したパラシュートパンツとかも出すし、うん、豪奢も出すし、普通に全然出しますよ、うん。まあそれはね、もう何回も言いますが、紹介動画お待ちください。はい、20SS の注目、まあ、サリバンしかり、リトルビッグしかり、まあいろいろありますよ、うん、マリアーノもそうだし、まあ僕が担当してるブランドは全部注目かなと思います。注目、まあ、ちょっと何とも言えないな、まあいいや。今季はもう買う予定はない感じですか。ないから、もうね、あのオーダーした分も全部届いてみたいな感じなんで、とりあえず一段落したって感じですね。まあ、今月の請求を乗り越えれば、今月25万の請求が待ってるんで、うん、ちょっと今分割にしようか迷ってますけど、いや多分すると思います。けどそれを支払えばもう一段落って感じで、うん、とりあえずは貯金が開始できるかなという感じです。うん、今期は乗り切りました。一応乗り切ってない、まだ乗り切ったというか、あの一段落終えました、買い終わったというか。はい、そんな感じです。次、
笑ってと言われたんで笑いました。レディースのおすすめブランドって何かありますか。あ、ちょっとね全然詳しくないんだけど、でもカスタネとか全然何も知らないけど、カスタネとか結構なんか着てる女の子可愛いなと思います。うん、けど僕は基本個人的には女子には結構メンズの服を着てほしいかなっていう感じ、うん、かなっていう感じ、うんうん、です。そう、メンズの服をむしろ着てほしい。そう、レディースのブランドってよりかは、うん、そんな感じかな。うん、将来的に行き着きたいファッションってありますか。将来か、うん、ないな、ない、今んとこ目標はないです、うん、もう流れに身を任せるしかない、うん、そんな感じ。うん、特に今から決めてないかな。決めてたらなんかつまんないし、だから身を任せてその末にどうなるのかっていうのを逆に楽しみにしてる。そう、今からどうなりたいとかじゃなくて、なんかいろいろ着て人生を過ごしていった結果、落ち着いた時にどんな服装してんのかっていう、それを楽しみにしてます、むしろ。うん、だから決めてないですね。あ、でも年取ってから着たいブランドは、まあユニクロユニクロ着たいわけじゃないけど、まあどうせユニクロになりそうな気もしなくもないかな。けどあれかな、あのナイジェル・ケーボンとかはもうね、ひげ生やして白髪でジジイになったらめっちゃ着たい、着たら着てみたいなって感じです。あ、僕の原動力、原動力はなんだろう、なんだろうな、考えたことないですね。考えたことないけど、まあファッションかな。やっぱ服着てる自分みたいな、好きな服を好きなように着てる自分で、その好きな服を着るために頑張るみたいな。まあバイトとかだったらね、なおさらそう、お金を稼いでみたいなとか、まあそんな感じかなです。うん、まああと YouTube もそうだしね、 YouTube もかなり原動力というか、やってて、やぶね、やってて楽しいというか、楽しいしありがたいことにね、うん、見てもらえることも増えてきて、まあそうですね、そんな感じかな。あと今直近で言ったらフリマがね、一番今原動力となってるかな。フリマを成功させたいというか、フリマを盛り上げたいっていう感じで、でそう、来ていただいた方にこう後悔 しないように、されないようにというか、できるだけいいものを集めて提供したいというか、そんな感じでやってます。はい、こんな感じかな。うん、この前伊勢丹のサリバン行った時にリュウマツの話になったよ。テスト終わりに、テスト終わりに来てこれから飲みに行くみたいなことを教えてくれた。確かにね、僕テスト終わり行ってね、その話店員さんにしたんでね、ああ懐かしいな。うん、そうなんですよ。何しに行ったんだっけな、あの時何しに行ったんだっけな、あの時なんで伊勢丹の、あ、パイソンシャツ買いに行ったのかな、確かパイソンシャツ買いに行った時だったと思います。確かそんな気がする。それかサリバンのコート、あのこの間買ったコーティングのコート入ってきますかって聞きに行った時だと思います。はい、フランクレーダー、あれフランクレーダーって読むんだ、
フランクリーダーだと思ってました。そうなんだ。確かにフランクレーダーもかっこいいですよね。フランクリーダーちょっとわかんないけど、うん。ハウデイ給料いいの。時給1200円です。時給1200円。はい。 YouTube 始めてメリットとデメリット、でもね、基本的にメリットしかないかな、今んとこ。メリットはやっぱ、まあ影響力を持てるようになったことっていうのもあるし、まあそうか、まあそれが一番かな。まああとやってて楽しいっていうのもある。自分がそもそも自分が動画投稿することに楽しみがあるっていうのもあるし、あとはまあお金をもらえるっていうのもあるし、あとはそうだな、なんだろう、まあまあそんな感じかな。そんなとこかな、メリットは。まあまあ想像できることですよ、そのメリットに関しては。デメリットとしては、まあなんだろうな、ちょっと言い方がむずいんですけど、例えば友達とかと遊んでる時にこう知ってる方が見ていただいて、なんかこう友達のこうなんだろう、プライベートを侵害しかねないというか、そういう節もあるというか、そういう可能性もあるんで、そこら辺はちょっと気をつけないとなというか、まああとはそう炎上とかの、まあ気を使う程度が増えたっていうのが、まあ、デメリットというか、デメリットではないけど、なんていうかね、まあ、気をつかなきゃっていう感じ、かな。ただ単にこう自由には生きれないというか、ある程度気を使わなきゃいけなくなったところが、まあまあデメリットではないんですけどね、全然デメリットではないんだけど、使わなきゃなって思うようになったかなっていう感じ、デメリットではないな、デメリットはないか、ないな。まあそんな感じです。ファッションとは、あなたにとってファッションとは、まあ生きがいですかね、生きがいかな、服なかったら生きててつまんないなと思いますので、生きがいな気がします。生きがいだし、まあ生きがいだな、生きがいでしかないな、でしかないって言うとそれしかないみたいな意味になるけど、生きがいです。はい、やばい、酔っ払ってきてちょっと何言ってるか分かんなくなってきた。まあいいや、ちょっとやばいやばいやばい、ちょっと待ってね、YouTube の収益は言いません、まだ。まだ言いません。あ、はずむくんはどんな香りでしたか。でもはずむくんよりね、中村さんの方がね匂い強くて、あのマルジェラのね香水の匂いがしました。いい匂いがしました、非常に。はい、そんな感じ。長野で1200円は確かにいいですね、高いと思います。普通に今日ね、どこだっけな、マックか、家の近くでもないけど、地元のマックの時給見たら850円だったんで、普通にいい方だと思います、1200円は。しかもアパレルで、ユニクロとかだと多分ね1000円ぐらいだと思うんで、確か求人前見た時1000円ぐらいだって、全然いいと思います。ありがたいことに、好きなお酒は、好きなお酒は、まあビールかな、ビール、ビールかレモンサワーだと思います。
なんだろうな、甘いお酒あんま好きじゃなくて、甘いお酒ってあんまりこう料理と合いづらいというか、やっぱこうビールとかレモンサワーみたいにすっきり系、まあビールはちょっと違うけど、レモンサワーみたいにすっきりしてた方が料理と合いやすいと僕は思うんですよ。甘いとなんかこうなんというかね、お菓子と食事を一緒にしてるみたいな感じになっちゃうんで、そうじゃなくてちょっとすっきりめのやつとか、こうビールみたいにドライな感じというか、ちょっと苦いやつというか、そういう感じ、ビターな感じというかね、そういうのが好きかな、うん、晩酌をするなら。でも普通になんか酔っ払いたいなら白ワインが好きです。白ワインが一番楽しく酔えます僕的には。まあ次の日死ぬけどね、次の日二日酔いはえぐいけど、その場で楽しく酔うんなら白ワインが好きです僕は、うん、そんな感じ。あ、2人ともスタイル良かったですか。いやマジでね、身長高いしスタイル良くてびっくりしましたね。なんか動画だとあんまり分かりづらいじゃないですか、うん、だからマジびっくりしましたね。こんなに背高いんだと思って、でけえと思って。やべ、めっちゃこぼした。テンボックスは興味ないですね。ないです、ないな。先輩と後輩どっちと絡むことが多いですか。先輩ですね、圧倒的に先輩が多いですね、うん、僕は先輩の方が得意なんですよ基本的に。やっぱ末っ子っていうのはあるかもしれないんですけど、先輩の方が仲良くなりやすいというか、先輩の方が僕も好きだし、うん、先輩からも、まあ、自分で言うのもあれですけど可愛がられるタイプな気がする、うん、やっぱ末っ子だからっていうのもあって、まあ兄貴には全然か可愛がられないんですけど。うん、でも年上の方が僕も好きです、僕は好きです。後輩はむしろなんか末っ子だからか一番下からか、なんか関わり方が分かんないですね逆に、うん、むずいです、うん、そんな感じかな、うん、先輩の方が全然好きですね。司法試験目指してたら続けられたと思いません。思わないです、なりたくもなかったし、なりたくもないというか、なんとなくやってたから続けられなかったと思います。なりたかったら分かんないけど、あの状態でやってたら多分無理です。あ、メンタリストどこら辺ですか。あの全部見終わりました、全部見終わりました、2週間前ぐらいにやっと見終わってね、良かったですね、うん、メンタリスト良かったです。あ、笑顔4つね、これ笑顔ここに3つありますと。4つ目っていう感じで、うん、そう、はずむくんはねマジでめちゃでかく感じましたね、マジで。中村さんは、あ、思ったより高いなって感じだけど、はずむくんは思ったよりめっちゃでけえなっていう感じで、マジびっくりしましたね。こんな感じだったんだみたいな、うん、なんか恐れましたね。恐れた、うん、そんな感じです。あ、大陸の19年秋冬で一押しは何ですか、何でしたか。まあファーのコートかな、やっぱファーのコート、あのベージュのファーのコートが僕はおすすめです、一押しです。兄がいきなりいつもありがとなって言ってきたらどうしますか。うん、運で終わると思う。運で終わると思う。なんかそれに対して何言ってんのみたいなことにもなんないし、仲悪すぎて、え、何言ってんのみたいな、急にどうしたっていう、そういう絡みもないなく、運で終わりだと思います、多分。てか絶対そうなると思う。いつもありがとうな、うん。そんな感じ。そんな感じでですね、うん、多分急に言われても。
あ、レッドジョン意外でしたね。意外だったけど、意外だったけどそこかみたいな、ちょっと期待外れ感もちょっとあったかな、正直僕的にはですけど。ツイッターやってないんですか。いや、やってます、やってますと、普通にやってます。身長173です。あ、次に狙ってる服、あ、次か、次はでももう20年 SS かな。なんか古着とかで最近っていうか古着とかでいきなり見つけてこれめっちゃ欲しいっていうのがあったら別なんですけど、今んとこだったらもう来季に目を向けてますね。来季です。兄貴と仲悪いのが新種のビジネスですか。ビジネスというかもうそういうもんだから、もうビジネスでも何でもなくナチュラルなんですよねあれは。いや、あのね、動画で見てる分には全然なんか面白いとは思うんですけど、当事者になったらね、もう全然いいもんではないですよ、仲悪いっていうのは。そうそう、もう普通に嫌だし、普通に嫌だというか、そう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 、嫌だっていうか、そう、あ、ま、なんで仲悪いんだろうなみたいな感じです。借金いくらありますか。まあ今借金はないけど、まあ一応なんかあれとしては楽天のカードに20万くらいと、マスターカードに5万くらいかな。今月請求のやつです。尖った質問消されるのって仕様、何の話だ、ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとよくわかんない、僕は消してないけどな、一個も今んとこちょっとわかんないです。 YouTube 側のあれかもしれないです。ニードルスどう思いますか。ニードルスの確かなんだ、今期かな、今期のやつだったかな、あのロイタージャケットのセットアップとかめっちゃかっこいいなって思いました。まあ僕は着ないと思うんだけど、シンプルに物としてかっこいいと思ったし、あとはまああのニードルスの定番のトラックジャケットのレザーのタイプのやつもめっちゃかっこいいなって思いました。似合う人が着たらめちゃめちゃかっこいいと思いました。まあ僕は着れないというか多分似合わないんですけど、なんでニードルスかっこいいなと思いますし、まあ、僕はオフ着で欲しいですね、オフの時に着る用の服でと思いました。バイトで103万の扶養とか超えてましたか。バイトでは超えというか実質的には超えてたんですけど、僕はなんだろうな、こう手渡しのバイトだったんでその辺ちょっとあやふやでよく分かんなかったんですけど、多分超えてました実質的には。でも手渡しってなんか扶養に含まれないみたいな噂もあるじゃないですか、なんで一応超えてないっぽい感じでやってました。よく分かんないんですけどその辺。フリマで写真撮ってください。まあ全然手すきだったら対応します。はい、そんな感じ。大学行ってるからどうやってこの仕事に就いたか知りたいです。ああ、でも確かにあんま詳しく話してなかったと思うんですけど、大学3年になっての冬くらいかな、11月とか12月くらいに僕もそろそろ就活始めなきゃってなって、3年なんでってなって、なんかバイト行く途中の電車の中で兄貴から急に LINE 来て、本当に急に LINE 来て、それまでね LINE 一切してなかったし、もう多分ね、連絡取ったのが1年半ぶりとかそんぐらいのレベル、それは嘘だな、まあ半年ぶりぐらいのレベルで
こういきなり LINE が来て、お前服やる気ないかっていう LINE が来て、うん、なくはないみたいな、うん、今んとこなんか特に行きたい職業っていうか職種業種か業種もないから、アパレル行って、まあ、その数年後に転職するかもしれないっていう適当にまあ考えてるわって言ったら、ハウデで働くかみたいな感じ誘われて、でまあ考えとくわみたいな感じで、とりあえずそれでまあ一回会って話そうってなって、東京駅でこう東京駅の駅構内にあるなんか居酒屋でこうめちゃめちゃ久しぶりに会ってこう話して、お前入らないかみたいな入っても入った方がいいと思うぞっていうか、まあ、ちょっと違うな、なんかこんな好条件でお前どうせアパレル行くんだったらうちで働いた方がバイヤーもできるし、すぐ好条件っていうかもう環境がいいから全然こっちで働けば働いて損はないと思うぞって言われて働くことにしたって感じですね。まあ兄貴から誘われてみたいな感じかな。それが経緯。そう、うん、まあ超ざっくり話したけどそんな感じです。そうやっぱ法に触れてんのかまあそういうこともある、うん、過去の話だこれは、過去の話です。速攻売り切れて写真家になるかもね。いやそう、うん、まあ売りできたら売り切りたいんですけどね、きっときついな、きっと、うん、きっと、うん、まあちょっと頑張りたいと思いますはい、来季もフレアパンツ履きますか？全然履きます。まあでも分かんない、今んとこは履く予定ですけど、気分が急に変わったりしたら履かないかもしれないし、うん、そんな感じ。2人で居酒屋行きましたね。そう行ったんですよ。めっちゃ気まずかったけど、めっちゃ気まずかったし、もうなんかね、途中から話すこと、最後の30分ぐらい話すことなくて、ずっとなんか酒飲んでるみたいな、話す何も話さずみたいなそんな感じだった覚えがあります。うん、ネクタイのおすすめブランド、まあゴルチエかな、わかんない、ネクタイといえばっていうのがわかんないんですけど、僕はゴルチエのネクタイがをよく使ってます。兄貴の歴代彼女に会ったことありますか？高校の時は一回実家に来たことがあって、でも僕その時受験勉強だったんで、しちょっとチキってね、なんだろうな、こう見なかったというか、勉強してるふりをして兄貴の彼女からこう逃げてたというか、なんというかね、あんまこうなんか会っても気まずいし、うん、見ないようにしてたんで、高校の時の人はあんまちょっと一瞬見たことがあるぐらいだったかな、うん、で、2代目というかなんだっけな、YouTube 始めた時に付き合った彼女は一回こう家の中で実家ですれ違ったことがあるんですけど、僕その時寝ぼけてて、朝一でこう朝起きて部屋から出てリビング行く途中にこうすれ違ったんで記憶がないんですよね。寝ぼけながらおはようございますみたいな言ったんで、ちょっと覚えてないんですよねでちゃんとこうやったことはないですね、やり取りを、うん、こんな感じです。店に人来ない時って何してるんですか？でも基本的に何してるか、でも何かしらやることはあるんですよね。まあ例えばこうオンラインで買っていただいたお客様への発送の梱包とか、まあ、その伝票発行とか、まあ、あとはこうなんだろうな、いろいろ納品書とか、まあ、その書類の処理とか事務的なこととかやってれば、もう基本的になんだろう、時間過ぎてみたいな感じなんで、そんな感じですかね。雑務みたいな、事務みたいな、そんな感じです。うん、あのフレアパンツないんですか？あのフレアパンツってどのフレアパンツだちょっと分かんないけど、でも一応ねここに今
こんな感じで、そうあるんですよ、こう出すやつが。こっちにもね、こんな感じで、こっちか、うん、こう、こう、うん、うん、こう、うん、ちょっとやばい、指の操作がわかんねえ、こう、うん、はい、あ、こう、うん、こっちか、うん、ちょっとわかんねえわ。うん、そうそう、こっちとかはね、結構水色の、こっちか、水色のフレアパンツ、シルバーのフレアパンツ、紫、緑で、ここは普通にデニムのフレアパンツに、オレンジのパラシュートパンツに、レザーのフレアパンツとボンテージパンツとか結構いろいろ出すんで、そちら、まあ、まだ値段決めてないですね、うん、これから決めます。あ、そう、マライア、マライア、マライア忘れてたわそう、今思い出したくても忘れちゃって、マライア、です。ファッション初心者なんですけど、振りまいてもいいですか、ぜひ来てね、おしゃれになって帰っていただければというふうに思います。おしゃれというか、まあ、かっこよくなってねうん、まあそんな感じです岡奈ちゃん彼氏いたの、マジかうーん、まあ、ちょっと泣いたなマジか、マジか、まあ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 、あ、りょうが YouTube してるのってどうやって知ったの。これは僕が受験勉強、高校3年生の時に東進ハイスクール通ってて、で家のパソコンでこう授業を受けようとしたんですよ、パソコン見ながら。でちょっとその暇つぶしに YouTube 見ようと思って、こう息抜きに。そしたらなんかチャンネルあるやんと思って、でそのパソコンっていうのが兄貴からこうもらったパソコンで授業を受けてたんで、その YouTube のアカウントが兄貴のままだったんですよ。なんでこうなんか YouTube 開いた瞬間にチャンネル、自分のチャンネルみたいな、両松本みたいな、え、兄貴 YouTube やってんのみたいな、みたいなそう、受験勉強中に初めて知りました。うん、そんな感じです。そう、初めて知ったのはその時かな。そう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 、岡奈って誰、岡奈って人は岡奈奈々子っていう YouTuber です。うん、めちゃめちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いなんでぜひね調べてみてください。確かね、ジン君の友達みたいな感じだった気がする。同級生みたいな、元。そんな感じ。です。はい。デニムはどんくらいの頻度で洗ってますか？ほぼ洗いません、僕は。漏らさない限りは。漏らさない限りは、ほぼ洗いません。あ、フリマの黒のでかいのってコートかな？コートもあるし、オーバーオールもあります。両方あります。あ、ハウで誘われたエピソードもっと聞きたい。誘われたエピソードか、いやでも、まあでもその東京駅で話して、そう、考えとくって言ってから、じゃあとりあえず会って話そうってなって、東京駅集合して、居酒屋でこう話して、お前どうするみたいな、でもお前アパレル行くんだったらうちで働いた方が絶対、さっきも言った通りね、あの入ってすぐバイヤーやらせてもらえるやつなんて全然絶対いないし、うん、もうなんか今のアパレル業界でバイヤーできるのって、なんだろう、3年働いてた、3年販売やったらバイヤーとか、5年販売やったらバイヤーとか、その中でも10年やってもバイヤーできないやつとかいるから、今すぐやってできるのなんて、そんな好条件、こうめちゃめちゃいい環境のとかでないぞっていう感じで誘われたもあるし、まあ、あとは、あとなんだろうな、で、そう、僕的には、なんか、なんて言うんだろうな、その時に鎌かけたというか、僕は、なんか、利用されるんじゃないかと思ったんですよ、その時。なんか、だって仲悪いし、急にお店にこう誘ってきたわけだから、なんかあるなと、なんか裏あるんじゃないかなと思って、そう、なんか聞いてみたんですよ。でも、それってなんで俺なのみたいな。なんで僕なのみたいな。
まあそう聞いてみたんですよ。それ僕じゃなきゃダメな理由とかあんのみたいな感じで、そのカマかけたというか、そのなんで僕を誘ったのかっていう、そこまでして仲悪いのにだよっていうのを確かめたら、なんだっけな、まあ一番は信頼できるからみたいなそう家族だし信頼できるからみたいな、うん、感じで言われました。なるほどなと思いましたね、うん、そんな感じでまあ入ることを決意したって感じです。あ、そう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 、仲悪いのになんで俺誘ったんだみたいな。だったら友達とか服好きな友達とか誘った方が絶対やりやすいと思うしと思ったのに、なんで仲悪いのに今更僕なんだみたいなふうに思ってカマかけたら、そんな感じの回答が返ってきて、納得してじゃあやるわって言って入ったって感じですかね。うん、ちょっと感動的でしょはい、そんな感じです。そう、入るきっかけはそんな感じだったと思います。入るきっかけというか、何、そう決め手というかね、うん、マジか。いや、中大のフリマは中大生以外も来れます。誰でも来れます、あれは、うん、全然誰でも来れます。なんかチケットとかもないし、入場無料だし、なんかなんならおばあちゃんとか地域のおばあちゃんとかも来るんで、全然来ていただけたらと思います。はいあ、初見です。弾む中村動画でハマりました、ありがとうございますいやでもね、正直言うと、あの中村さんと弾む君と一緒に動画撮って本当に大丈夫かなっていうめっちゃ不安はありましたね、うん、僕で大丈夫かなみたいな、撮れ高大丈夫かなみたいな。あのお二方に比べたんで、僕も登録者も半分もいかないし、なんなら3分の1とか4分の1ぐらいなんで、その僕が映って大丈夫かなっていうのもあったんで、うん、かなり不安だったんですけど、とりあえずは良かったですね。はい、そんな感じです。あ、男目サワーハマった、いいね、うまいっすよねやっぱそう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 、フリマに何リットルのペットボトル持っていけばマウント取れますか。もうあれだね、多分その時はあのウォーターサーバーとかに使うあのバカでかいやつ持ってこないと多分マウント取れないと思いますはいそんな感じですあ、龍松くんの生写真は販売ありますかね。僕の写真は販売してないんですけど、僕がねこうネックレスつけてたあのハート型のとこに僕のプリクラ、まあ、僕の YouTube のこうアカウントの写真になってるプロフィール画像になってるプリクラが貼ってあるネックレスは販売しますうん、まあそれはね、僕、まあ、飽きたら僕の写真剥がして誰かの写真とか、まあ、おばあちゃんの家とか貼ってもいいと思うんですけど、まあそれは出す予定ですはい、そんな感じ。あ、 YouTuber デビューするとは思っていましたか。でもこれも裏話というかがあって、なんだっけな、その店入るか入らないかって話をした時に、でも一応条件としてお前が店に入るならYouTube は始めてもらうからみたいな、うん、一応兄貴からそういう条件を提示されてたんで、ある程度覚悟の上で、それも覚悟の上で入ることにしました。はい、そんな感じです。龍松って兄と仲悪いのめっちゃ強調するけど、なんでそんな強調してるかな、うん、強調してるというか、さっきの話はまあそういう、なんだろう、流れというか、流れがあるじゃん。仲良かったら誘うのは当然だけど、仲悪いのに誘ったのはなんでかなっていう、だから強調したってのもあるし、うん、強調というか、まあ、事実だし、うん、だから別になんかそこに対する理由はないんだけど、うん、まあそんな感じです、うん、まあ事実だからね
はい、そんな感じです。再登録者の割に再生回数多いよ。確かに最近は確かにおかげさまでありがたいことにね、伸びてはいるんですけど、今後どうするか考えないとなと思っています、今は。そう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 、はい、こんな感じ。いつフリマやるんですか。もうちょっとフリマ関係の質問はね、過去の動画をご覧ください。ここでやっててもね、二度手間というかしょうがないんで、最初になんかあれ1秒ぐらいだから質問答えるとか言ったけど、ちょっとフリマのね対応、フリマの質問が多すぎるんでね、ちょっと聞き飽きた方も多い気がするんで、過去の動画をね詳細をご覧ください。はい、こんな感じです。なんで途中で名前変えたんですか。あ、ロッキーから龍松本に変えたっていう話。それは一応最初紛らわしいから兄貴にロッキーでやれっていう風に言われて、ロッキーでやることにしてたんですけど、その次の日ぐらいかな、いやでもなんかロッキーじゃなくてもいいんじゃねみたいな感じで話し合いになって、じゃあ変えるかみたいな感じで変えたっていうだけですね。なんかそこまで紛らわしくはないんじゃないかみたいな感じになったんで変えたって感じですね。かな。何時まである？ちょっと決めてないですね。今多分12時2、30分ぐらいかな。ちょっと時計が見れないんであれなんですけど。あ、今度合コンに行きます。アドバイスください。でもね、やっぱモテるやつっていうのは面白いやつだと思うんですよ、僕的には。面白いやつなんで、ちょっと頑張ってください。それをヒントに、そんな感じ。ゲンジがサリバン紹介したらどうしますか。まあ多分ね、僕の予想では紹介することはないと思います。どこまで行っても、そんな気がする。まあただしたらどうするか、まあ、どうもしないけどね、別に、特に何もしないけど、しないと思います。そもそもそこかな。ロッキーは黒歴史。黒歴史、まあ黒歴史とは別に自分では思ってないけど、ロッキーにしろって言われた瞬間には、え、マジかみたいな風には思ったっていうのはあるね。別に黒歴史とは全く思ってないんだけど、ロッキーかみたいな。ロッキーかみたいな風に思ったのは覚えてますね。なんでロッキーなんだみたいな。あ、生放送気持ちええか。気持ちええ。気持ちいい。まあそんな感じです。カレーは食べないんですか。今日の昼カレー食べましたね。なんならカレー大好きですよ。中大のカレー屋にも、中大の近くのカレー屋にもめっちゃ行くしね。そう、前期とか週 2,3 で行ってたし。はい、そんな感じ。あ、そういうこと。激辛カレーは食べないんですか。そういうことか。なるほどね。辛いの苦手だからな。そうそうそう。ダイエットしてますか。ダイエットはしてないんだけど、最近は筋トレしてます。筋トレ、こんな感じで。全然筋肉ないけど、そうそうそう、筋肉全然つかないんだよね。そう、ちゃんとやってるはずなんだけど。そうそうそう、筋トレの仕方が間違ってるのかもしれないです。まあそんな感じ。あ、ウマンパサルね。ウマンパサルよ。そうや、行きつけのカレー屋。
中央大学の近くのウマンパサルというカレー屋、美味しいんでね、ぜひ行ってみてください。うん、もうね、僕店員さんに覚えられてるぐらい常連なんですよ。この間3ヶ月ぶりぐらいに行ったら、あっみたいなおっすみたいな感じで、覚えられてるぐらいなんで、そんぐらい行ってます。そんぐらい美味しいですあ、筋トレメニュー、腕立て伏せ、まあ1日40回ぐらい全然やってないけど、とあと腹筋1日、まあ、3、40回と、体幹1分以上、まああと気が向いた日には懸垂みたいな感じかな。うん、そんな感じ。うんです。あ、中村はずむはじいさんのことどう思ってるんですかね。まあまあ、でも中村さんのあの対談動画を見た感じから多分わかると思うんですけど、まあまあまあ、触れないようにしようみたいな、そういう感じじゃないですか。あの動画が全てだと思います、あの感じ。うん、あの動画も別になんかこう変にやばいとこカットされてたりとか全然してなかったんで、あの感じの通りだと思います。うん、そう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 、そんな感じですあーやばいな、筋トレのダメ出しが出てんなあ、まあ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 、まあ頑張りたいと思いますよ。もうちょっと増やして100回ぐらいやればいいかな。じゃあ、まあ、僕はどっちかっていうと筋肉をつけたいっていうよりかは細くしたい、痩せたいっていう感じなんで、なんかゴリゴリなこう森って感じじゃなくてうっすらでいいんで、そう痩せるっていうのがメインなんで、まあそんなきつくやってないっていうのもあるんですけど、ウェイトトレーニングなんてなおさらやんないんですけど、次、彼女とは毎日 LINE してますか？毎日はしてないですね。うん、なんかもう日常会話も LINE でする必要ないかなと僕は思ってるんで、連絡だけ、連絡、まさに連絡手段ツールとして LINE を活用してるって感じ。次いつ空いてるとか、で、いつ何時に会おうとか、で、あとその近辺っていうか、その日になったら今どこいるとか、な、遅れそうとか、そんぐらいしか利用してないです。日常会話ほぼしないです。うん。なんで毎日はほぼないかな、やっぱ遠距離なんで。こう、うんっていう感じかな。あ、ヘンリー王子夫妻 T フリマ出します、出しますそれは世界に一着なんでね。はい、そんな感じです。僕はファッションユーチューバーの中でも結構筋肉ついてていい感じです確かにな、細い人多いっすもんね。うん、どれくらい遠距離なんですか？まあ長野と東京ぐらいです。まあ180キロ90キロ200キロぐらいです中方滑り止めに考えたんですか？実際いい感じですか？いや、分かりません。僕だってなんだろうな、他の大学のどっかの学部も入ってるわけじゃないんで比較ができりづらいんですけど、でもね、都心の方が楽しそうだなとは思います、大学生として。まあ、中大もね、僕は別になんだろうな、後悔してないし、今の友達に会えたから中大入ってよかったと思ってるんで、うん、なんか、うん、なんとも言えないんですけど、まあ大学はあんま関係ないかなと思います。僕的には大学でどんな友達と出会うかっていう、そこが一番重要だと思うし、どんなやつ友達になるかっていうのが重要だと思うので、うん、まあわかんないけど、中大は僕の今の状況からしたら全然普通に調子いいです。普
通にいい友達ができたんでいっぱい、うん、はい、そんな感じです。あ、正直アニマツと似てると思いますか？いや全然似てないと思います。よく似てるって言われるんですけど全然似てないと思います。どこがって逆に思います。うん、そうそうそう、うーん、法学部移転についてどう思いますか？確かに来年再来年ぐらい、2022年だっけな、20年だったか忘れたけど、渋谷かどっかに中央大学法学部のキャンパス移転するらしいっすね。ざけんなよって気持ちです。うん、ざけんなよって感じです。足法則するために頑張ったことありますか？いや何もやってないです、足に関しては。うん、何もやってないですね。うん、普通に歩いてる感じです。1998年生まれですか？僕は97年生まれですね。7年の12月生まれです。あ、リュウマツ飲んでなくね。いやもう酒全部終わっちゃったんですよ。もう ないしみたいな、これもないしみたいな感じで、ちょっとね、あの酒も終わったところで寝ようかな。僕もそろそろ、ちょっと雨も強くなってきたし、うん、そろそろね寝ようかなと思います。うんもう2時間ぐらいやってるしね。そんな感じで、あの皆さんもね、ぜひ台風には気をつけてください。うん、このねあのライブ、まあ動画が皆さんの暇つぶしになれば幸いでございます。ございやーすっていう感じで、そろそろ寝たいと思いやーすはい、そんな感じ。うん、そう、今日はねちょっとカフェで寝なきゃっていうか、もうちょっと酒飲んだで帰れないんですよ僕、車あるんですけど。うん、そんな感じなんで、ちょっと今日は寝たいと思います。長い間たくさんの方ありがとうございました。またね、まあライブなり動画なり何か発信していきたいと思います。おやすみ。